カオルさんが言ってましたけど、海外とかってすごい劣悪な環境の、そうですね、会場もあってね、本当にモニターが全然聞こえなかったりとか、日本は恵まれてますからね、本当に平均値がすごく高いんですよね。だからそういった意味では、なんだろう、めちゃくちゃ 大当たりというようなことがなくても必ずクリアしている会場ばっかりなので、まあ、だから百戦錬磨だから、ある意味 ね、そういうところ安心してね。そうなんですよ、ひどいですよ海外はリハーサルできないとことかやることがあるんでね、ありますよね、本番だけっていうところがあるんで、リハで鳴ってた音が本番出ないとかってこともありますからね。いやでも今日も本当に入念にやってますけれども、彼らもだから彼ら自身ステージに立って音を出すのがヨーロッパツアー以来になるわけですから、今年日本では、最初のね、本当にこういう機会になってくるわけで、もう少しあっち側行ってみましょうか。なんか、ね、せっかくだからね、さっきのあそこでねストレッチしてるカオルも映ったりしてね。あ、本当だ、あ、いますね、ヨガ教室のような人が一人いますよ。おお、これはレアですよ、なかなか。カオルさん見えなかったですね、僕。いやでもここの会場横に広いですよね、結構ね。だからすごくステージから近い感じで見やすい感じになりそう。当たり前のことだけど、はい、リルって5人メンバーじゃないですか、はい、で大概5人でもボーカルは出て真ん中じゃないですか、はい、でよくあるのがドラムは後ろってのが多いじゃないですか、うんうん、でもこうちゃんと全員が真後ろじゃないんだよね、見えるようにやってるっていう、やっぱこういうことをやっぱ考えつく、ファンサービスとか考えつくっていうのもやっぱ当たり前のことを誰もやらない中でやってるから、やっぱりこいつらってそういうのすごいなと思うんですよね、俺はね。なるほどね。よくだからあるのがボーカリストの真後ろにドラムセットがあるから、でそこだとドラム、ギターも弾きやすいとか言うけど、やっぱりそれこっちの勝手な事情で見るお客さんからしたらやっぱ勝負みたいな感じじゃないですか。そうですね、まあ、やっぱこういうのはあるんだね。お、ある曲が聞こえてきましたね。この曲は今日聴けるというころかな。おぐらいあるんでしょうね、この後リハーサル。これもやっぱリズムが楽しい、見てるのは。面白いのはやっぱりこうやってギターがない状態などを聴いた時に曲の構造とかが分かるっていうか、そういう面白さがありますよね。ちなみに